こにゃじは。いやー、残機もカンストできたし、このまま先行し達成まで維持し続けるんだろうな。で、早速ダイジェストじゃねえか。ああ、今回は嫌な予感がするわ。いや、きっと最初だけだからね。お、今回は USA 機だ、ちょっと。何してんだし。ごめん、ハイジャンプする位置が手前すぎた。さすがにそのミスだけはないわよ。まさかの90機を切るんじゃねえぞ。とりあえず3アップしなきゃね。一応上の30コイン3つでワンナップできるわね。ああ、ゴールてっぺんを取れるとしてもうワンナップできる要素があればいいな。さあ、クモブロックを掘ってと。チョロプーがいるからさっさと抜けたいわね。いや、怖いから一旦安全確保するよ。チョロプーくんは。出来上がった。よし、これで安全に。んなんかちょっとかわいそう。きっと穴の下にトランポリンがあって遊んでるさ。勝手に妄想すんなし。ちょ、これクモブロックもそうだけど USA をなくしたら詰むわよね。絶対に食らうんじゃねえぞ。何せ僕はすぐにアイテムをなくす程度の能力の持ち主だからね。自分で言うなし。さあ、ここを左に行って。よし、中間地点はありがたい。土管に入るのかしら。一応左も確認しておいてと。特に何もなかったな。ちょ、砲弾を持っても裏エリアに持っていけないわよ。そういえばそうだったね。さあ、裏エリアは。いや、出ませんか。でも無限に USA キノコが出てくるなら余裕ね。ふう、カットはしたけどめちゃめちゃ時間がかかった。1分近くかかってたな。まあでも、クッパ戦が終わったってことはもうゴールかしら。実はさらにもう一体いたり。あとここでワンナムキノコが3つ入ってる。おお、3アップ確定だな。そしてまたクモブロックボリと、最後まで USA キノコが必須だな。あ、右からも行け。いや、いけないいけない。うん、これは積むやつ。じゃあ、よかった、ダイレクトゴールだ。え、今のコースゴール前でやられてたけど。ん、ちょっとハマりそうだからパスしたよ。うわぁ。テクニックコースっぽいけど大丈夫？一応コインがナビになってるっぽいからなんとか。てか先に進まないと。ちょ、2回やられてるんだが。パスするなら今のうちよ。いや、もうちょっとだけ。ここはジャンプ入力せずに。よし、いい感じだぜ。待った、これバーナーから火が出てくるぞ。やばいぜ、これ耐えられるか。壁キックできるしなんとか。ああ、ふらら。よ、やられすぎじゃない？本当に90機を切りそうな。いや、もう俺の方は分かってるから今度こそ。ま、長いコースだったらちょっと。今日もゴールなんだぜ。ま、結局ワンナップもできなかったけどね。このコースでなんとか戻したい。え、ちょっとドッグンが襲ってくるやつ。やべえぜ、これ急いで逃げねえと。これがミンバトだったら左に抜けてたな。いや、今回はそういうせこいことできないからね。まずいぞ、もうブレーキしたらほぼ詰み。くせん。ジャンプのタイミングが遅れたな。んー、まあどっちみちやられてたかな。でもピンクコインは全部取れそうね。あとはドッスンもそうだが、太陽が絶妙な場所に来ないかどうかだな。あっとしまった、これは上だったか。いや、逆にそれは難しいだろ。よくその隙間を抜けられたわね。特別ルートとしてワンナップキノコとか配置してくれてたらいいのに。んなもんねえよ。あっと。踏切位置をもっと奥にしなきゃね。えぐいガリガリ地獄だったぞ。んー、まあ実際こんなに配置しなくてもいいけどね。見た目のインパクトはあるわよ。よし、今度は抜けられたね。おお、これで終わりか。あ、最初にチラッと鍵ドアをすぐにゴールって見えてたから。よかった、これで終わりだね。リンダが結構持ってかれたな。ちょ、ポコニャン。ああ、お前やらかしすぎだろ。いや、まさかここまでやられるとは思わなかった。てか、なんでお前コインを取らないんだ？コース名がコインを取ったら終了的なこと書いてあって。ああ、それって文字取ったら砲台が出現するやつ？なるほど、このコインがあることで砲台を出現できなくしてるのか。ま、ただ避けるだけなら簡単。んー、でも今はコインが欲しいのよね。ちょっと取ればワンナップできるのにな。んー、確かにもどかしいね。ゴールまでにワンナップキノコとか配置してくれてたら嬉しいんだけど。んー、まああんまり期待はできないかな。おっと、これは助走をつけたまま飛び越えなきゃか。あ、なんだ、意外と大したことないな。ぐるっとできるし楽勝ね。他のスキンだったら少し難しかったかも。ま、あとこれが何回続くかね。どんどんエグい配置になってったりしてな。おっと。なるほど、そういう感じ。うまいこと間を通り抜けなきゃね。おー、ナイスだぜ。てかこれ。え、戻って。じゃあ、これ抜けられるのか。完全にツルニャンじゃないの。よし、だとしたらコインを取っても平気ってことだ。うへぇ。対策されてないのか。ただ、全部取ると届かなくなるから足場の分だけ残しといてと。そういうところだけはしっかりしてるわね。ここから全部ツルニャンしていくってわけだな。まだコースが続いてたらだけど。あっと、ダイレクトゴールだったわね。いやー、一応ワンナップできたしよかった。制作者さん並みだめよ。さあ、またクッパ城だが。ってしまった。そういうボンミスはやめなさいって。ボンミスというかバブルの位置が見えてなかったの。慎重に行きたいけど逆に危なかったりするじゃん。うーん、気持ちはわかるが、そろそろアイテムが欲しいわね。え、ちょっともうゴールの床なんだが。いや、思った以上に短いコース。裏エリアに行くわけでもないのね。さあ、次のコース。ラリーが条件だとよ。うーん、これ頑張ればワンナップできないかな。いやー、敵の数が少ないわね。キラーが出てくるの全然間に合わねえぞ。うーん、まあ諦めるか。あ、
イカリング花子じゃねえか。だからエンディーな。ま、ラリーじゃないから倒しても意味ないわね。あ、そういえばブランコクレーンって着地判定にならないよね。じゃあノーミス3アップまで持ってった。いやまだノーミスではない。あ、ラリーよ。よーし、本当にノーミス3アップだ。ふぅ、ちょっとだけ回復できたけど、それでも全然マイナスだな。あと4連続でノーミス3アップすればいい話。そんなうまいこといっか。たく、それよりこのコースもちょっと厄介そうな。どうやらピンクコインを8枚も集めなきゃならないみたいだぞ。ってことは裏エリアもあるんだね。あっと。ちょ、早速2回もやられてるわけだけど。いやー、ロバくんが厄介すぎるんだって。ってなわけでのこのこの甲羅をいただきまして。なるほど、下に行かなくても安全に取れるな。ただ、クリボーとファイアーブロスを変えてくれるかね。任せてちょ。ほらね、いい場所にいてくれた。よし、これで先に進めるな。そこのピンクコインで4枚と。取りこぼしがないか心配になるよね。最大5枚まで配置できるしな。44だったらいいけど。さあ、裏エリア。お、キノコはありがたいな。これは大事にしたいわね。大事にできませんでした。やっぱりすぐダメージ食らう。はぁ、その能力は健在だったわね。え、ちょ、ピンクコインだ。これもう戻れないんですけど。まさかのここで積み。ちょ、その配置はさすがに初見殺しすぎねえか。今までわかりやすいところに配置してくれてたのに。一応先に進めるみたいだけど。本来ここで全てのピンクコインをゲットと。まあ進んでみるか。さあ表エリアに戻ってきて、あと中間。中間ってことはピンクコインは必要ないよね。そういえばさっきちらっとボーナス部屋が見えてたわよね。うわぁ、さすがにあの部屋行きたかった。いや、なんかやられてんのよ。7回ですね。いや、そうじゃなくて。90機どころか80機を切ってるじゃねえか。でもほら、ゴール前に50コインがあって、てっぺんも取れるから、ルーアップはできる。全然解決になってないし。いやー、同じコースで沼りまくっちゃって、さっさとパスしないからこうなるんだろ。反省はしてない。後悔はしてる。いや、反省もしろし。ちょ、ここでまたやられるんじゃないわよ。せめて80台まで持ってってくれ。そうしたいの、わかわかは。山々な。で、やりやるじゃない。あそこでダメージ食らったのは痛いな。ベルの木にアイテムを入れてくれてもいいじゃん。文句言わないの。とりあえず中間だな。ここでもパワーアップはなしと。え、ちょっと先が見えないんだけど。マグマが来るのを待たなきゃか。ふぅ、慌てたもん負けだったな。いやーでもウーガンフィッシュが邪魔だね。ま、ちゃんと間に合いそうだからよかったわ。よー、ここでスーパーベル。矢印的に飛びつきをすればいいのかしら。いやーでもマグマが上がってきてるからここは待ちたい。おい、ウーガンフィッシュだ。あー、これ行くしかないじゃん。で、闇で届くじゃないの。なんだ、心配して損したぜ。え、ちょ、これは。ちょっとタイミング測ってから行きなさいよね。いいごめん、いけるかなと思って。まあでも、ピンクコインはちゃんと集まってよかったわ。この後ボス戦とかあるのか？終わった、これは。あ、ボム兵でブロックを壊すのね。猫が必須じゃなくて助かったな。よーし、これでゴールだね。なんとか80機には届いたと。だがしかし犠牲が多すぎた。また戻さなきゃね。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。